中年のタッキーです。相変わらずね、すごく忙しくて、もう休みの日もめちゃくちゃ忙しくてね、困ってるんですけどね。まあ愚痴を言っても仕方ないんですけどね。今日せっかくいい天気なんですけど、動画も全然作ってないんで、動画を作っていこうと思います。はい、今日紹介するの、今日カメラ紹介なんですけど、これです。チノン SLR っていうカメラですね。かなり武骨なカメラで、重たいカメラなんですけどね。長野県のね、諏訪地方で、製造されていたようでして、チノンというメーカーはあんまり聞かないんですけど、一応現存してるみたいです。コダックの傘下に入ってるかなとか言って、そのカメラさん、チノンというメーカーが、作った SLR でね、ちょっと写真を撮ってきましたんで、動画にしたいと思います。それでは動画スタート。はい、今日紹介するね、このチノン SLR なんですけどね、いくら調べても何も出てこないんですよね。発売時期もわからんし、値段もわからんし、何一つわかんなくってですね、まあわかってるのはね、縦走り機械式のフォーカルプレーンシャッター搭載、シャッター速度最速が1/1000秒、絞り込み実絞り速攻機ということで M42 マウント、このぐらいしか分かってないんですね。もうね、操作感はね、非常にがっちりしたものになります。なんかね、頑丈そうな印象を受けるんですけども、ファインダーのね、レンズのね、これ、なんですか、ベースのとこが緩みやすくて、で、緩んだらね、ファインダーの膜がね、枠がこう回ってっておかしなことになる。調子が悪いとこがそこぐらいなんですけどね。で、もうね、ものすごい衝撃が来ます。前回ですか、紹介した、ヤシカエレクトロ TX だったっけ、それを上回るぐらいの衝撃でね、これ、三脚据えてね、スローシャッター撮る人はかなり、気になると思います。音もすごいです。フィルム室はね、まあ、こんな感じなんですけどね、これどこのシャッターなんだろうな、これもよくわかんないんですね。ね、ガチッとしたね、印象なんですけどね。で、まあ、見た目はね、そんな悪くない、武骨なんですけどね、武骨で、かっこいいといえばかっこいいのかな、この、軍艦部のその、ペンタプリズム状にね、針側がしてあったり、高級感はしっかりしてるし、で、まあ多分古い、相当古いカメラになると思うんですけどね、針側とかもしっかりしてます。これ多分オリジナルの針側なんじゃないかな。このチノンというメーカーなんですけども、どうやらね、ヤシカとかね、富岡光学とかなり仲が良かったらしいです。で、このチノン SLR、今回はね、ペンタックスのね、レンズをつけてね、撮影してきたんですよ。で、今回はそうなんですけど、チノンのレンズ、どうやら富岡が OEM で作ってるのが多いみたいで、チノンのレンズ入手しようと思ったんですけどね、もう高くてね、手が出ませんでした。まあ富岡が作っても有名なんでしょうね、おそらくね。で、 M42 マウントなんでね、結構のたくさんのメーカー出てるじゃないですか、 M42 マウントは。それで人気で、まあ、ミラーレス一眼に乗せ替える需要も、乗っかってね、まあ、高くてね、まあ、入手できなかった。で、今回は、その、ペンタックスのね、SMC タクマ、55mmF1.8 で、コダックのトライ X を使って撮影してきました。で、紹介していくんですけどもね、まあ、ペンタックスのね、SP でこのレンズで撮った時はね、解像度がもう一つだと思ってたんですけどね、これ結構改造してますよね。で、逆光にも強い。もしかしてこのカメラ内部構造が良かったり、ピントの精度が高かったりするのかな。単純に僕が持ってた SP のピントの精度が甘かったのか、ちょっとレンズの印象が変わるぐらいの写りになってると思います。シャープですよね。で、背景ボケも、ペンタックスのタクマということでね、
もうあの素晴らしく美しい背景ボケになっておりますね。こんなわけでね、そのね、富岡のレンズもまあいいんでしょうけど、ペンタックスのね、これたまたま今日は SMC タクマで撮ってきたんですけど、このレンズで撮ってもね十分楽しめるものかもしれません。で、あのセットでね買う、例えばヤフオクとか、ジャンクカメラ屋さんでセットで買うとね、その富岡のレンズがついてくる可能性が高いです。富岡のレンズかどうかは、ちょっと調べてみないとわからないんで、僕もねはっきりとは把握してません。レンズ、まあ富岡のレンズのね OEM だと相当いい写りだし、それ以外でもねチノのレンズ悪くはないらしいです。でね、まああのもうこんな感じで至ってシンプル。この一番下にね、絞り連動ピンを動かすやつがあって、これがシャッターを切るとね動くんですけどね、うん、これで自動絞りを実現しているわけですけども、開放速攻は残念ながらありませんし、電池はね、一応 MR 級の電池が、入ってるんで、電池を使おうと思ったらもう LR44 か SR44 かその辺を、無理やり入れて使うしかないですね。露出系はねもう本当に非常に簡素なもんでね、オーバーかアンダーかっていう表示を、する指針式になります。ファインダーはね結構ね見やすいです。倍率これどのぐらいだろうな、 0.8 倍はあるのかな、もっとあるかな。ファインダーは非常に見やすくてね、センター部にね、プリズムのあの、何ですか、ピント合わせるやつがついてますけどもね、すごくシンプルで見やすいファインダーではありますね。今日のね、カメラ紹介ねこんな感じなんですけども、資料がもう全然出てこなくってね、そのいや結構ねそのほら例えば文字ただのこれ印刷なんですよね。安っぽいといえば安っぽいんですけども。まあ、多分安く売られた、ヤシカと同じようなノリで売られてたカメラなんじゃないかなと思います。詳しい方はね、コメント欄にねコメントいただけば、もうネットで調べたけどね、もう一生懸命調べたけど全然出てこなかったんですよね。しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。まあ多分安く転がってると、カメラ本体はね、でレンズがつくと、先ほども言ったように富岡が絡んでくるんで多少値段が上がってくると思いますが、運が良ければね安価で入手できるんじゃないでしょうか。はい、それではね、次は、久しぶりですね、視聴者様の作品投稿のコーナーに、ちょっと短いコーナー、短い紹介になっちゃったな、もう訳が分かんないんで紹介しようがないんでね、まあこんな感じですね。はい、はい、それではね、久々の視聴者様の作品投稿のコーナーになりますね。トップバッターはね、いつもの1都市9さんから2枚、1枚目のタイトルがランボルギーニアベンタドール、2枚目がスクリューということで、どちらもね、カメラは F80、ニコン F80D、AFS50mmF1.8G、フィルムはね、ロモグラフィーメトロポリス東京っていうの、これ最近結構ね、流行ってきてますね。ロモグラフィーはね、なんか面白いフィルムをね、どんどん出していますね。アラームが鳴っちゃった。でね、写真なんですけども、これ特殊な発色をするフィルムみたいで、これアベンタドール、もともと赤なのかな、ちょっとよくわからないですね。で、2枚ともに言えるのが、もう一ひねり構図に工夫が欲しかったかな。まあ、アベンタドールの方は、ランボルギーニの方はまあまあなんですけども、特にスクリューはね、これ真正面から撮ってるんでね、もう記録写真みたいになってるんで、ね、もうちょっと芸術性が欲しかったですね。もっと寄るとか、まあ背景にもよるけど、構図を偏らせるとかね。まあそんな感じかな。はい。ちとしげさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんから2枚。1枚目がね、もうすぐ向こうに。2枚目が西日のベンチということで、1枚目がペンタックス K01、DA キットズーム 1855F3.5 から5.6。
2枚目が富士川 ST801、富士ノン 55mmF1.8、富士川の ST801 ってフィルムがちょっとこれ分かんないですね。写真なんですけども、これ1枚目はねもう素晴らしい写りですね。キットズームでねもろ太陽をこれ入れてもこんだけいい感じで写るんですね。2枚目の方もね西日を浴びたベンチがね、いい感じで写っております。ちょっとこれタイトル画面にしようか1枚目ね、悩んでおります。次がね、次いきます。サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、時神さんの、投稿で、これ、3枚組写真ですね。タイトルが、明治生まれの頑固一徹ということで、各写真ともカメラオリンパス XA ですね。フィルムがロモの100になります。これ、揖斐川にかかってる橋かな、僕はちょっと渡ったことないですけどもね、揖斐川長良川辺りにかかってるね橋はこういう古い鉄橋が多いんですね。でこの橋はね1886年製ということでもう1世紀以上、円形に映る揖斐川鉄橋が1900年ということで、ちょっとねクラシカルなねそのトラス橋ですかが好きな方はね見に行ってもいいんじゃないかなと思いますね。で特に2枚目がいいですね。その古びた橋のね様子がよく分かって円形にね揖斐川鉄橋が映ってる感じが、いいと思いますね。背景ボケも綺麗に映ってますね。レンズこれ F 随行 35mmF2.8 の5分6枚で絞り 5.6 で撮影しているということですね。はい、時神さんありがとうございます。次がねムートンさん、ムートンさんの写真、作品、タイトルがね止まった時間ですね。カメラニコン F2 フォトミック SB レンズがニッコール SO と 50mmF1.4、コダックウルトラマックス400で撮られておりますね。でこれ3枚ともにねあまり天気は良くなかったらしいんですけど、光確かにないといえばないのかな、柔らかい光になっているのかな。2枚目はねこれなんか白い点々みたいな、これ虫かなんか雨粒が映ってるの、これちょっとよくわかんないんですけども、3枚目が好きな写真ですね。これかなり好きな写真です。タイトル画面にしてもいいぐらいかなと思いますが、今回ちょっとレベルが高いんですよね。ちょっと考えます。ムートンさんありがとうございます。次がねちょっとこれ初投稿なんですけどもね、フルネームになっちゃうんで、のりかずさんとでも言いましょうかね。初投稿になります。タイトルが1枚目、自粛の嵐山、2枚目がね秋待ち草ということで、1枚目はねカメラがマミヤ 35mm3F2、フィルムが富士フィルム100ということで、このカメラ知らないな。で2枚目がねカメラニコン D70、 レンズが、AF ニッコール 70-210F4 から 5.6D、ということです。で写真なんですけどもね、これがねなかなかね光の境界線を強調した写真で、どちらもいい感じになっております。2枚ともになかなかですね、特に好きなのが2枚目、D70 でもねここまで撮れちゃうんですね。高画素機なんかいらないぞっていう感じですね。はい、これもねちょっとタイトルがちょっと考えますすいません。でここまでか、ここまでなのか、めちゃくちゃ悩んでます。今回ちょっとレベルが高くて3名様の、作品ね、芸術性が高いのはサムライジャパンさんとね、のりかずさんの2枚目、1枚目なかなか良かったんですけど、好きなのはねムートンさんの3枚目なんですね。あちょっとバッテリーが切りかけてる。そんなわけでね、ムートンさんの3枚目、タイトル画面にさせていただきます。すいません、ちょっとね素直にこの写真好きです。はい、今日のね動画、ここまでになるんですね実は。ちょっと短い動画になってしまいますけども、カメラ俺のカメラの投稿もありませんし、やったやっちまったのコーナーの投稿もありません。うちの近所のカメラ屋さんのコーナーもね、ぜひ投稿お待ちしております。ちょっとね、ややこしい、
許可が必要になってくるんでね、ややこしいとは思いますがね、もしあの推しのカメラ屋さんがあったらぜひ紹介してください。はい、で次の動画なんですけども、次はねこいつの紹介いきます。これオリンパス 35DC ですね。実はね今回紹介したカメラも次回紹介するカメラも、和孝さんから、提供されたカメラまだまだあるんですね。和孝さん、全部で30台近くね提供していただいてるんで、まだ紹介しきれない部分もあります。で他の方からのね、提供されたカメラもね随時写真を撮っておりますが、なかなか時間がありませんので進んでません。もうね時間さえあれば毎日でも動画アップできるようなレベルになっているんですけど、撮る時間もなければ動画作る時間もないんですね。まあ、今日もねちょっと群馬に向かってるところなんですけど、今日は集中工事でねちょっと渋滞してるんで、まあそういう話でどうでもいいですけどねというわけで、次の動画はね、オリンパスさんの DC の紹介ということで、いつも言ってますけどね、私の動画コメントと高評価に支えられております。コメントはねちょっと返信が遅れがちですけども、必ずね、見落とさない限りはねコメント返ししてまいりますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。あと高評価もねポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。で相変わらずねチャンネル登録者、結構な勢いでね増えてます。 30% 増し、以前の 30% 増し、最近好調です。まあねまだ登録されてない方はね、再生している方の半分ぐらいは登録してないみたいなんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日の動画はここまで。ちょっと iPhone の調子がね悪くてね中古で買ったからねまあ次の動画お待ちください。それではごきげんよう、さようなら。